はいどうも、こんにちは、ケンジャンネルです。超速報です。朝乃山が、十両に復帰しました。でね、さっきネットニュース出てたんですけれども、2022年九州場所、この前ですね、九州場所の成績で、幕下の筆頭の湘南の海が、新十両で、朝乃山と、幕下4枚目の朝乃山と幕下5枚目の白鷹山が返り十両ということで、この3人が返り来場所、来年の1月場所、初場所に十両に上がるっていうことが記事で出てました。良かったですね。本当に朝乃山もおめでとう。でですね、誰が落ちるかっていうあれなんですけど、場所中、九州場所中に引退した千代大龍が一人で、もう一人が多分見てると前十両10枚目ぐらいで4勝11敗だったかな。僕らのね、近代相撲部の、当然朝乃山の先輩でもあります、徳勝龍関が多分落ちるんじゃないかなと思います、成績的にね。で、もう一人は、十両で先場所5勝10敗だったかな。それはね、朝乃山のライバルとして、相撲ファンの皆さんも知ってますけれども、朝乃山のライバルとしても知られてた豊山ですね。東京農業大学から時津風部屋に進んだ豊山が引退することとなり、で、千代大龍、豊山、徳勝龍、その3人の枠が空いたので、幕下から3人上がるってことになりました。朝乃山おめでとうって気持ちはあるんですけれど、それと同時にですね、ライバルだし、朝乃山のね、初土俵の、三段目デビューの初土俵の相手が豊山だったんですよね。その時は豊山が勝って、お互い切磋琢磨して、関取になってって。で、あとはね、徳勝龍関はね、僕ら、朝乃山もそうですけど、お世話になってる先輩で、2020年の初場所だったかな。僕らのね、恩師の伊藤監督が亡くなった場所で、徳勝龍関が優勝してっていうのは結構、相撲ファンの方は知ってると思いますけども、そういうのもあってですね、その徳勝龍関が落ちて、で、その枠が空いたので、朝乃山が上がれるっていうことに、一応形上なります。で、朝乃山がこの前の場所で、5勝、6勝1敗だったので、本当に、ね、7戦全勝だったら、ね、あれですけど、6勝1敗だったらね、多分上がる候補としては2番目の候補だったんですよ。湘南の海、朝乃山、白鷹山になるんで。でね、2番目だったんで、多分、豊山か徳勝龍関のどちらかの枠に入れてもらったんで、相撲は勝負の世界なんで、勝ち負けもありますし、怪我等で引退もありますんで、難しいところですけど、朝乃山ね、おめでとうって気持ちと、来場所は、ライバル豊山の分、そして徳勝龍関、大先輩でね、近代の大先輩徳勝龍関の分も、頑張ってほしいと思います。それではまた、とりあえずおめでとう。